物質主義とは物質的、植物的な物事を他の物事よりも優先させる態度のこと。唯物論とも言う。ここで言う、物質とは比喩的な表現であり、人により解釈の幅があるが、概ね、異食獣のことや、いわゆる経済的なこと、すなわち、在価、金銭、物品の獲得、所有、占有、使用などのことを指していることが多い。特にこの場合は、 経済的物質主義、物質中心主義とも言う。記録は人生で遭遇する様々な貴重な体験、経験を自身の学びや気づきの機会として十分に活かすこともなく、経済的な側面だけから一面的に評価しただけで全て終わらせてしまったり、経済的な側面だけ見て一喜一憂する態度もこの名称で刺されることもある。物質主義の態度、 傾向のあるものを物質主義者と呼ぶ、物質万能主義と捉えられることがある。アメリカでの調査では、ベビーブルマーセナイ以降、金やイメージ、名声などに価値を置く傾向が強まっているという欠陥が出ている。マテリアリズムという用語から、西洋では原料主義と考えられることも多い。西洋の優勢な宗教であるキリスト教の聖書において物質主義は、 聖書の説く神の教えと対峙するものとして教えられている。新約聖書においても物質主義に溺れることについてイエスによる明らかな警告が多く含まれている。物質を宝とする場合、物質と対比される目に見えないもの、精神、心、人情、愛といったものに対しては鈍く反応することとなる。あなた方は神と富とに加熱変えることはできない。 何を食べようか、何を飲もうかと、自分の命のことで、思いわずらい。何を着ようかと、自分の体のことで、思いわずらうな。命は、食物にまさり、体は、着物に、まさるではないか。またい6時24分 -25 私たちは、何一つ持たないでこの世に来た。また、何一つ持たないで、この世を去っていく。ただ、移植があれば、それで垂れりとすべきである。 とむことを願い求める者は、誘惑と罠とに陥り、また人を滅びと破壊とに沈ませる、無分別な様々な情欲に陥るのである。金銭を愛することは、すべての悪の根である。でもて、六、七から十物質主義のもたらす弊害について、聖書には、いくつかの角度から、記載がある。物質を持たない者の持つ、金を持つ者への妬み、憎しみ。そしてこの世において、 悪を行っているにもかかわらず、金を持ち、成功している者がいることに対する激しい怒りがある。アレクシス・ド・トクビルは、1830年代のアメリカ合衆国について、ヨーロッパの旧世界と対比しつつ、この国ほど金銭欲が人の心に大きな場所を占めている場所はない、と指摘した。また、アメリカ人が高等教育まで進む場合、金になる。 特別の対象にしか向かわない。仕事でも受けるのと同じ態度で学問を研究し、しかもすぐ役に立つことがわかる応用しか学問に求めない。と指摘し、合衆国に蔓延している物質主義を否定的なニュアンスで記述した。鎌倉時代の僧日蓮は次のように述べた。倉の財より、身の財優れたり、身の財より、心の財がいいなり、心の財積みたもべし。 日蓮、ス春天皇御所、ありがとうございます。